皆さんこんにちは投稿です2024年に行われる台湾の総統選挙の最新状況です野党国民党はつい最近再選された新北市長の公有儀氏を候補者として推薦しました公氏は与党民進党の来生徳氏野党民衆党の花文哲氏との三つどの戦いで来年の総統の座を争いますこの結果本廃グループの創設者である拡大名士の総統の夢が再び打ち砕かれました <music>